p o a s 木曜日のコラコラプロ周評価にしてプロインタビューは吉田豪さんです。よろしくお願いします。はいどうもお願いします。お忙しいですか。なんかイベントが一気に発表されまして。はい。 町山さんにインタビュー頼んだら、なぜか公開インタビューにしてくれって言われて、まあいいですよって言ったら、ライブハウスで2人っきりのイベントですよ、本当に。下北沢シェルターとかで、お客さん入れてとかが決まったりとか、なんか僕の誕生日イベントだの、なんだっけな、あと浩谷さんのイベント第2弾とか、あと、小島さんも1回テレビで共演した、久田さん。 えっと、ナックルズの。実はナックルズの。そうです。そうです。あの人とのイベントだ、なんだとかいろいろ決まってますので、でも僕一切メモしてないので、皆さん適当に調べて、適当に来てください。吉田豪さんのお誕生日は。えっと、誕生日イベントは八日だったかな。八日。誕生日は何日?。三日です。八月三日。九月です。九月。九月。はい。それでちょっと早めにやるってこと。うん、だが、いや、その日は埋まってて、なんか適当な日にやるみたいな。あ、感動のみたいに何回もあった。そうです。 そういうパターン。そういうパターンもある、ね。全然ね。うん、まあいろいろありますよ。明日はあれですもん。フリードミオンっていう、えっと、なんだっけな。 入場無料の夏フェスがあるんですよ。それであの杉崎さん、杉崎ジェイ太郎先生と。えっと、恵比寿マスカッツとトークイベントっていうね。やつをやります。その取り合わせ。よくわかんないけど。杉崎さんと。まあ、名勝負になりそうな空気はしますよね。それを僕がいかに整理するか。フルーツと酒とばって感じ。ね、何の話をするんでしょうね。まあ、いやらしい話なんでしょうね。うん、ね。そんな感じだと思いますね。で、今日は。はい。あの、ブー そうですよ。そうですよ。そいらしくのない。急に。ねどうしたんですか、ゴーさんって、ね。そうなんですよ。突然ね、うん、まあ、こういうのスペシャルウィークでやりゃいいって話なんですけどね。まあ、来週水曜のコラコラで西田さんが V6 特集やるそうなんでね。う,うん。その煽りというか、まあ、全然関係ないことやろうっていう感じで。うん、インタビューをしたんですかやったんですよ。えー、なぜか。全員に。全員。へ、えー。 僕だってあの、元ジャニーズは山ほど取材してますけど、うん、現役初めてですよ。ああねー珍しい。うく<え>やらしてずらーって並んでるわけでしょ。ね,<え>ね<え>あの、本当に僕なんでここにいるんだろうと思って。そだよね。<laughs> 写真撮影とかしてるときに、うんマね、その空気の違い <laughs> ね。雑誌の企画はなんかで、ね。折下 <laughs> っていうあのー、うん なんかね、ジャニーズがっつりやってる雑誌があって、ああそこ<の>に頼まれてやりましたというとで、ねまあ。というわけで、今ね、まあ、一応説明します、念のため、V6 は,いはまあね、ジャニーズ所属のアイドルグループで、メンバー6人、うんうん、年長組がトニセン、坂本さん、長野さん、いのちこと井ノ原さんで、はい、年長組が、えー、と上千で、森田君、三宅君、岡田君というね。うん 完全ってもうでも,も、あと90年ぐらいありますけどね。<laughs> ざっくり分けすぎですよね。ね20世紀と20世紀。だね20世紀にデビューし、うん、まし、あ、た95年、ミュージックフォーザピー・ p e o p で CD デビューして。ああ、懐かしいな、ね。歌いますよね、これね。うん、みんな。ーーピープルってみんな歌いますよね。今、後ろに流れてるのは、去年3月にリリースされた11枚目のアルバム、レディーの特別版に収録されてるダンシングマシンってという。これ、西澤さんが、 曲提歌ってるのはトニセンでという、うん、で今月24日、来週水曜日にニューシングル「セクシーハニーバニーっていうのが出るんですがこれが西谷さんが作詞プロデュースしてるということで、うんまあ、そういう関係もあるから取材できるかなっていう感じで、はい、あの僕、取材前に、まあ、なるべく本当接点全然なさそうだから関係者山ほどあの聞き込みだけしたんですよ、まあ、西谷さんに裏話いろいろ聞いてであとまあ大根仁さん、うん うん、もう何度も仕事してるんで、大根さんからもいろいろ聞いて、えー、あと水道橋博士が命と今、仕事してるんで、聞いてってやったんですが、博士は本当にあれですよ、あの基本的にあの日記とかに書いてるようなことしか教えてくれなくて、大 <laughs> 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 根さんは一切使えないことしか教えてくれなくて、<laughs> 西田さんが非常にあの有益な情報をいろいろ教えてくれたんで、それを持って飛び込んだ感じで、<ー>そうなんですよね、えー、僕、武、ま、士、あ、と唯一の接点はあったんですよ。はい いのちと TOKIO の国分太一さんが取材司会してた深夜番組、R30 っていうのがありまして、うん、その VTR 部分で月一僕が1か月、あの元アイドルの方々にインタビューするってやったことがあるんですけど、<ー>だから要は面識はないんですけどね、一応、同じ番組に出ていたこともあるう,ん、うん、そうです。そうですうん そしたら命はやっぱのそれでも覚えててくれて、さんですよねみたいな感じでなんかね、豪太さんから聞いたんですけど、井ノ原さんって、とっても昔のこととか、とっても細かいことをちゃんと覚えてる、すごいギリがたいですねものすごい文化系な人で、サブカル好きって噂聞いてたんですよ。じゃあね、ゴーさんのことあの。で、ゲッツイ板ヤさんの大ファンで、こういうもあったりとか、水上橋博士に勧められた樋口武宏さんのさらば雑司がやとか、映画、冷たい熱帯魚とか、ことごとかはまったりとかで。 うん、まあなんかあるだろうなと思って。 の本読んんだですよアイドル武者修行っていうのと、日記本まずここからいかなきゃ接点見つけたっていう感じで、そしたら、のなんか、のちのマイベスト映画が、太陽のすんだ男っていう、ジュリー主演の、ジュリーが原爆作る映画ですね、次がサブ監督のマンデー、そしてトゥルーロマンスにレザボードックスっていう感じで、小劇場にはまって、大人計画とか、ナイロン1 0 0度 c とか、ガ貝スパイダースと交流とか、ああ、はいはいはいって感じで。 でちなみにその R30 って番組は猪木とやりを仕掛けた一人である高よ吉夫さんっていう、うん、まあオリバー君というねあの人間と猿の間みたいな生き物今僕ババックちょうどどいえば、うんうん、オリバー君なんなですけどねを、うんはい、仕掛けたりとかしてた怪しい人とか、うん、宮崎学さんとかヤバめのゲストばっかり出る番組だったんですが、うん、で命曰くその本読んだら、うん、R30 のゲストはすごい本当に興味が湧いてくる俺が一般人だったら間違いなく毎週見てる俺にとってサブカルチャーは青春である。 必要不可欠な世界だって、それなしでは自分すら語れないこともって大絶賛してて、へえー,ーって思ってたら、で、実は猿、他の大物もこの番組で絶賛してることが判明して、うん、あの、ジャニー北川さんだったんですよ、それが。<ー>ジャニーさんが最近、僕と太一君がやってる R30 というトーク番組を痛く気に入ってくれてるみたいで、先日、あれ最高だよね、と褒めてくれましたと。うん、で、太一君にはその後、この間ゲストで出ていた祭りとか研究してる人、いいよね、と言ってたそうです。うん、祭りとか研究してる人とは三浦淳さんで。<laughs> <laughs> トン祭りねそうです <laughs> <laughs> あれがジャニーさんに聞いてるなるほどま祭りジャパンのころから、いいなよっていう,うな話があったっい <laughs> <ん>いい話聞いたい <laughs> いで命本には当然のように音楽関係の記述も多くてあの、シオンが好きで最初のソロ曲を書いてもらったとか、うん、いつも遊んでる友達っていうのが、あとで単行本化されたときに、今だから言えるけど、この友達は騎士団のシやんって書いてあったりとか。 2003年のタトゥーのエムステドタキャン事件に言い合わせたときに、タトゥーの代わりにミシェルがエレファントが2曲やったんですが、うん、命曰く、俺ミシェルが、ミシェル昔から大好きだったから全然得した気分で嬉しかったーって言ってたりとか、うんうん まあ西田さんいわく本当、イノッチはデキ,ソデキシード・ザ・イモンズとか、ニューロティカ、ハッピーエンドやケリンジ、ノーナ・リーブスなどが好きな音楽通って言ってたんで、んまあ納得もできるし、で、調べてあれなんですよね、なんか、昔ハードカーパンクをやってたって話もあった。えイノッチはイノッチはそうなのハードカーパンク、まあ、しょ、失礼ですけど、あの顔で顔はいいじゃないの、寝がされてたって別にちゃ。ド <laughs> <laughs> リポップ・クリップ・ロケット・シザーズ、ーーーそういうハードカーをやっていたとか、<え>意外いや出てくる名前が本当、なんか、 意外な名前ばっか出てきますよ、早川芳雄がどうとかそういうフレーズが普通に出る感じで。っていう人なんですよね。朝の番組のイメージともまた違いますね、そうですね。でだ、だもんでまあ命から入り込んでいって、うん、インタビューではで、ノーナリウスのファンらしいって聞きましたけどって聞いたら、そうすごい好きだったんですよってことで、うん、そのさっき流しさた「ダンシングマシン」の時に、この曲いいね、誰って聞いたら、西田君って言われて、え、ノーナリウスのっていう。 うん、で今回のシングルも初期の段階でスタッフさんにいろいろ曲出してもらった中でメンバーみんながピンときたのがこの「セクシー・ハニー・バニー」っていうので、うん、この曲に合う楽しげな詞をかける人は誰だるうってことでスタッフさんが西田豪太さんはどうだろうと挙げてきて、うん、っていう、まあ、偶然だったんですが、まあ、ラッキーっていう感じで、うん、へえんかゆかりがちゃんとねあるんですね,ですね豪太さんとで今回のシングルはまあメンバーで話し合った結果、まあ、震災でいろいろ多様な時期でそれを応援するっていうのはもちろん根幹には持ちつつ でもそれを全面に出すのではなくてただただみんなが盛り上がれて楽しくなれ,てなれて元気になれるような感じの曲を届けられたら今の時代に合ってるんじゃないかという思いで命よく難しく考えるよりも先に曲がいいし西谷君の詩も最高だねっていうところで、まあ、とにかく西谷君は底,、ね、底抜けな人なんですよっていうねう今回、みんなのレコーディングに全部立ち会ってくれたんですけどっていう感じでスケジュールもあったから、うん、で歌い方にもこだわったから全部アドバイスしたとは聞いてたんですよ。うん、そのアドバイスがちょっっと過剰だたたみたいで<え> <laughs> とかまあ、要はインタビューはほ,ほぼ西寺さん話だったんですよ。実は。おーおー <laughs> あの、坂本さんよく、まあ思い出があるから本当説明が長くて、<laughs> もう歌いたんですけどって言ってんのに、このだっていうのが重要でとか、ずっとなかなかないレコーディングさせてくれないんですよ。う <laughs> で, <laughs> でそれ聞いて岡田くんが、俺あんまり話長いからすぐスタジオ入っちゃったって、もう何度とかわかるんで、あじゃあやってみます、やってみますって、もう <laughs> 切り上げてっつって <laughs> で。そうやって嫌だから切り上げたのに、それをまた西寺さんは、岡、うん、田くん頭いいからすぐわかるんだよねって言ってて。<laughs> <laughs> <laughs> ゴータさんも、あのー、基本、ものすごく真面目にね。そうです。うん、で、熱いですからね。熱、えー、いですから。でそれで聞いて、いのっちが、多分僕が最初にレコーディングしたんだけど、日本語の歌詞も全部英語っぽくしたいねって言ってて、あ、いいっすよとかしたら、じゃこの、命を混ぜればっていう歌詞。命を混ぜれば。レバーって肝臓ねって,って、それ意味あるんですかって。ほら、命をつかださ、ね、つかさどるみたいな感じだからってって、全然意味わかんないんですよ、みたいな。<laughs> 全部そうだったらしいんですよね。なんとか、混ぜちゃいなっていうのも、ちゃいなこれね、中国ね、みたいな。<laughs> 全て英岡田君い曰くすごい一個一個説明しようとしてたっていうなんか乱れた瞳でっていうのは人「メイデー」って歌って「メイデー」っていうのは5月ねとかね <laughs> <ー>。<laughs> 5月のメイデー。コさ <laughs>、うん。うん、乱れた人、メイデーってことですそうそうそう5月にね。なるほど。<laughs> 西村君からはその、今回の曲の裏テーマはその、三宅君と森田君をプッシュすることって聞いてたんですよっていうね。うん、でそれで伝えたら命、いのちも、なんかすげえファンの子がいいみたいなこと言ってたっていう、この合憲コンビがとかっていうね。うん、<laughs> あったらしいの元もともとコンビが大人気だったんですよね。ああ、そうなんですね,ね。この2人っていう。うんうん でそれ聞いて坂本君がそのみんなに思い入れがある感じでその長野さんに錦織イズムをついでもらいたいとも言ってたっていうね日記ですかねそうです野さんもそれレコーディングの時にすごい言われましたってこの錦織君、ね、っぽいのがいいんですよとかすごい言われたっつっててうーん でこのセクシーハニーバーニーって曲はその坂本さんのセクシーっていうシャウトから始まるんですけどうん、うん、でいノっていわく最初のこのセクシーっていうシャウトもあのゴトと永野君と坂本君とで最後までずっとどれがいいかすごい悩んでましたっていうことで,で西野さんが「もう一回聞かせてあー森田さんもいいこれはこれでいいしびれる!」とかずっと言ってて <laughs> <laughs> で最後は「セクシーって年齢がかわし出すものだからやっぱり坂本さんのセクシーは深みがある!」って言い出して <laughs> <laughs> それが、ね、やっぱりね坂本君のセクシーにはかなわないってい、ね、岡田君も言ってて,っていう、ね。<laughs> やっぱそういうのが、ね、あんまり表出ないんですけどねなかなか出なくてって坂本君は言ってるんですけどってでんでそんな西出さんから質問も託されてたんですよはい もともとすごいキャリアがあるトニセン組とキャリアなくデビューした上千組の最初は実力差があったところから人間関係も含めてどう距離を埋めていったのか聞いてほしいって言われた全部の質問が真面目ね,ね,ねえでもやっぱねこの質問すごい良かったんですよ、うんあのー、やっぱりあの長年そのブリックスのインタビューとかってずっとバンキシャみたいな感じで聞いてる人が大体担当してるからそうなのね 昔の話っななくちまさら何すかそれとかになっちゃうんで最近の話とかしか聞けないのが初対面で同性だから土足でこの辺踏み込めていろいろ聞けたんですよねよかったですねそうなんですで命曰くやっぱ合憲コンビはものすごい人気があったからなんとかその人気にあやかりたいっていうのあったんですけどてそんな岡田はとにかく最初は何も分かんなくて入ってきたからすごくかわいそうだったっつってて岡田君って本当特殊なんですよね あの、元気が出るテレビのオーディション企画、ジャニーズ予備校出身という。えっ そうなんですよジュニアを通過してない数少ないジャニーズなん全然知らなかった、そうなんだ、プロテストで入ってきたようなもんだよね、本当にキャリアゼロで無意識合流だったそうなの知らなかった、夏休みに遊びに来て、そのままデビューで怒られまくってましたってってそうなの、んな感じないのにね、今ね、あの安定感、命よくドラマやっても助監督さんとか、みんな他のね、トニセンとか、割とキャリアあるから、上には言えねえなって感じで、なんだかんだ言って、最終的に岡田君がいつも怒られてたっていうね。 そういう話聞いて、宮城く君がその、どう思ってんだろうね、今、その人っていうね、長、うん、野さんもね、その岡田君、すごいことになっちゃったよな、怒りすぎたな、SP とかやっちゃってとかみたいな感じで, <laughs> <laughs> で、岡田さんは本当に当時のことをよく怒られたっていう記憶しかないって言ってて、ね、それにいろいろね、あの上千軍団にアドバイスしてくれたのが坂本君でっていう。 ね、貴重な時間だったなって,って言いながらも、岡田君曰く、あの時真面目に聞いてたのは俺ぐらいだっていうね、森田美彩、2人とも後でぼやいてばっかりだったもん、<laughs> うるせえなとって,て、ね、<laughs> また先輩がノックしに来たみたいなことでしょ、えー、本当に。来ちゃったよーっ,って <laughs> <laughs> でそれで説教しながらも、だんだんこの坂本さんの酒の量が増えてって、うん、最終的にあのジ,ャニジャニーさんから合宿所に、トニーさんに出入り禁止って払ら <laughs> <laughs> それぐらい大変だったっていうね、本当大変だったわって、超眠い時間なん寝かせてくれないからって言ってね で宮家さん曰く寝たら最後だもんねって言ってて寝たら最後って何かと思ったらその岡田さん曰く起きたらシャンプーされたこともあってなんか塗られるんですよっつって,て脱毛クリーム塗られたりとか頭にシャンプーつけられてたりとかって寝てるとお菓子を口に入れ,て入れ,てなんか入れられたりとかして面倒くさいから寝たぐりして食べると。 そうしたら岡田が寝たまま飯食ってるとか勝手に盛り上がってまた入れられてっていうね、うん、寝ながら食うわけねえだろうっ,つって、うん、<laughs> もうなんか部活の先輩にね好きなようにこうされて部活の先輩後輩ウィズ合宿所ってことだね,ですね大変だひどかったみたいですね下がいないから初めて下ができた感覚で可愛くてしょうがなくていたずらばかりしてたって、うん、まあ森田さんは言ってて,って、うん、岡田さんよくスキンシップが半端ない やっぱまあ仲いいんですよ本当にねかさっきのもうキャッキャ言いながらやったってことでしょいじめとかじゃなくて本当にこの変な可愛がりう <laughs> でいのく、そわなんか知らないけどその頃俺と坂本君は喧嘩したりとかしてたっつってて、えー、何が理由ですかって聞いたらあの映画面白い面白くないで喧嘩になって <laughs> それで命が風呂に入って出てきて全裸のまま坂本君に「ごめん」って言って <laughs> 頭冷やしてたっつって <laughs>、えー、<laughs> みたいなね その今回のレコーディングは西田君にとってはその当時の話を聞くのが裏テーマだったみたいで命役、トニセンの2人は平気派の話をしたら食いついてくれたんですよって言ってましたっていうね平気派ってのは光源,氏の光源氏のバックで踊ったりしてたグループーメンバー坂本さん、長野さん城島、山口達也国分太一などがいたっていうね平気派で歌った光源氏の曲が最高でしたとか言われて、うん、感動しましまたたみたいな <laughs> も,うもう完全に豪太さんは取材として言ってるんですね、もう。 あなたがいかに素晴らしいかのアピールにたっていうね、こんな流れで来週発売の西田さんプロデュースの新曲をかけたいとこですが、それあまりにもね、来週やるんで申し訳ないということで、借りていたらなんなんですが、実はきらきらのメンバーで、西田さんより先に V6 のメンバーをプロデュースした人がいたっていうね、ゴータさんよりも先にそそそそれがささんんでですすよねねうううななのの そうですよ。<ー>ちなみにさっきの R30 って番組じゃないですか。マニア僕出たことあります。ゲストで。えー、あ、そう。<laughs> あのマニアックな変なゲストの一人。<laughs> あ、そうなんだ。そうなんだ。<laughs> あ、そう。へえ いね、あの、昔 TBS で学校へ行こうってやってたじゃないですか。あ,<ー>あれでね、はい、あのー、子供たちで、ちびあゆとか、ええ、ちびともちゃんとか言って、その、ちっちゃい子なんだけど、その、アイドルだと思い込んでる子たちがいて、それをこういろいろね、えー、あ遊んでた時期があって、じゃあ CD デビューだってことになって、 でじゃあ、そのプロデュースをなぜか僕がやることになって、そういう気さつで、それに V6 も加えることになるとなんで、森田君がね、一応入って、ゴータリモミニカレーっていうユニットで、ミニカレーやりましたけどね当時、僕、あれ見て衝撃受けましたよ、森田剛さんの、なぜこんな格好でこんな歌を歌わされてるんだかんっていうか、俺も見えて思っても、よくやるなと思って タ <laughs> きさんが歌詞を書いたの、ね、いや、僕はね、歌詞の構成みたいな感じですね。プロデュースなんですよ。ねプロデュースなんです作詞は、だったらですもんね、カレードリームチームって書いてましたよカレー、だから、からあのー、えー。まあ V6 のメンバーから歌詞のパーツをこう、もらって、それを組み立てたりしてっていう部分ですよね。え聴きたい、どんなで、作曲が、えあ小林亜生さんになってますけども、アレンジは CMJK っていう。亜生さんやってはいるんですかうん亜生さん。亜生さんは、CD にクレジットされてないんですかほぼやってないです。そういうことなんですかはい。おかしいと思ったんですよ。あったんですけどね。ネットで検索すると小林亜生って出るのに。はい。 いいろいろね <laughs> 大人の事情があって、ね <laughs> はい、じゃあ、聞いてみますかね、<laughs> 2001年、12月、うん、2001年なんだ、もう、そうなんだ<ー>このミニカレーの子たち、じゃあもう、今10年加わってますからね。っていうことでしょう、高校生ぐらいになってるってことだ、うん、そんなわけで聞きましょうかね、<laughs> はい、ゴータリマンでミニカレーで、恋の400メートルカレー。 なんかシュールな曲ですねそうですね <laughs> これでしかも踊りが結構特徴的だったでしょって,てっていうやつんですよね、はい、この男の人の声が森田さんなんだそうですねーゴータリモですよねゴータリモですねゴータリモはい <laughs> え、躊躇はしてなかったんですか。何を、こ、この辺に関しては。やるかや、あの、ノリノリスタジオで、うん、もうスタジオ行ってない、よくわかんない。で <laughs> <laughs> ないの。あ。プロデューサーですもんだって。プロデューサー、プロデューサーですもん。プロ,ーーんプロデューサー。っていう肩書きになってましたよ、ね。プロデューサーで、なんですよね。はいね ね、今、これの宣伝されても困ると思いますけどね、まあ新曲も聴いてくださいっていう感じ、ねねはい。これ、撮影してて、子供たちいるでしょう、<laughs> 子供たちのねその、子供なんでね、えー、ダンスのレッスンだ、どのレッスンであっても、すぐ飽きちゃったりするんですよ、えー、でそれをちょっとじゃ集中力高めるために、プロデューサーが豚になっちゃって、ちょうど当時、千と広がって。 あの林さんで、プロデューサーが豚になっちゃった、どうしようっていうのを、あの僕がちょっと向こうに行って小芝居して、豚になっちゃったって豚出してきたら、この私たち、ワンワン本気でなっちゃったプロデューサーがかわいそうって。めちゃめちゃかわいいじゃないですか、ちょっと。そんな子たちも今、高校生になってるってことよね、もう一回集めて並べて見てみたいですけどね。高校生 でね、意外なところで V6 さんとキラキラにはなんだかんだ縁があったということで、えー、じゃあね、あのー、いや、それはこういう事情でというね、豪太さんの反証というか、<laughs> 反論は <laughs>、はい、またあの来週水曜日にね、はいえー、ゴータさんの V6 特集もありますので、えー、そちらも楽しみなさってください、今日は、えー、吉田剛さんの V6 特集でした、ありがとうございました明日は金曜日、アメリカ在住の映画評論家、町山智博さんです。<laughs> ハハハハ